スモカ、歯磨き株式会社は、大阪府大阪市西淀川区五平島に本社を置く、歯磨き剤、歯ブラシなどのオーラルケア用品を中心に、トイレタリー用品を製造販売している企業である。創業から、令和元年まで販売され続けていたタバコのヤニ取り、歯磨き、スモカ歯磨きの販売元で、戦前に、同製品の広告文案を手掛け、広告の記載と謳われた。 片岡敏郎による広告でその名を知る者も多い。同社の主力製品、スモカ歯磨きは、1925年、コトブキ屋から発売された。この時代は紙袋入りの粉歯磨きが主流だったため、純正丸缶入り高級歯磨き粉として、注目を集める。キャッチフレーズは、タバコのみの歯磨きスモカで、当時の日刊誌に、毎日のように掲載された、片岡敏郎の手による、 小スペースでの広告が話題を集め、爆発的な売り上げを記録する。その後、コトブキ屋はウイスキーを経営の主軸に据えようと、試行錯誤を極めた結果、経営難に陥った。このためコトブキヤは1932年に、やむなくスモカ歯磨きの製造販売権を、藤野翔太郎を二条とし、藤野が経営の舵事を取る形で、正式に株式会社スモカ社を創立する。 これに伴い、片岡もことぶき屋からスモカ社に移籍するが、その後も片岡による広告は大いに評判を呼び、スモカ歯磨きもさらに売り上げを伸ばす。当時の販売網は、タバコ屋を中心とするものであった。しかし1940年には、日増しに強くなる戦時体制の色合いに難を示した片岡が、日刊紙に廃業広告を掲載するとと,ともに、広告部案から一切手を引き、 スモカ社を退社した。その後は、終戦直後の経営がを乗り切るも、主要製品である歯磨き粉を、タバコ用から一般用へ移しつつ、1986年から、海外の各国企業との提携、並びに、国内各メーカーの OEM 生産を請け負いながら、今日に至っている。前述のように、OEM 生産が始まっても、スモカ歯磨きが同社を代表する製品であることには、 変わりがなかった。しかし2019年7月30日、同社ホームページにて、歯磨きスモカ赤缶及び、歯磨きスモカ緑缶の2つの歯磨き粉の製造、販売の終了が告知され、同製品は90年以上の歴史に幕を下ろした。社名をスモカ社としたのは、商品のブランドが行き渡っていたこともあるが、片岡の久し屋に毛の生えたようなものの提案もあったと言われている。 当時のスモカ歯磨きの新聞広告は、後に、マドラ出版より、片岡敏郎スモカ広告全集として出版された。スモカ、歯磨きニューストピックス、スモカ特用館赤館、緑館廃盤に関してのお知らせ、ありがとうございます。